皆さん、こんにちは。本日はプロゴルフ界の史上最年少優勝を達成した石川遼さんについてお話していきます。石川遼さんといえば、史上最年少優勝を達成しギネス記録にまで載っていて、なおかつ史上最年少で1億円を突破した有名選手です。日本でツアー10勝を挙げて活躍後は、アメリカへと行動範囲を広げました。テレビで大きく取り上げられていた時期も多くありましたが、アメリカのツアーに参加しているため、前ほど日本のテレビには姿を見なくなりましたね。あまり活躍した様子も取り上げられてない状態ですが、アメリカに行くときに豪邸を購入したそうです。その維持費やこれからの生活費をどうやって払っていけてるのでしょうか。そこで気になるのが、これまでの獲得金や動いたお金の額はいかほどでしょうか。これまでの石川遼さんの成績と獲得金について少し詳しく遡って紹介していきましょう。まず、豪邸が建てられた場所は米西海岸のカリフォルニア州サンディエゴ郡のカールスバッドというところです。太平洋岸に位置しており、リゾート都市みたいですね。あまり聞き慣れないところではありますが、カールスバッドという土地は高い資産価値に高収入家庭が多く、教育レベルも高いみたいです。カリフォルニア州はもちろんアメリカ合衆国で最も裕福なレベルのクラス社会に属している土地です。土地の発展も素晴らしく、主にショッピングや観光、リゾート生活の街として知られているようですね。世間一般でいうセレブの高級街というところでしょうか。建物の維持だけでも一般人からしたら想像を超える相当な額なんでしょうね。そんな高級街に建てられた物件は 5LDK で1億円の豪邸。豪邸というレベルですから、規模や一つのお部屋だけでも広く豪華そうですけど、部屋数は思ったより少なめでしょうか。海外の高級街に豪邸を建てられたことにも驚きですが、石川遼さんはこの家の他にも豪邸を建てられているそうです。場所は東海岸フロリダ州オーランドになります。海外に豪邸を2つも建てられるほど、ゴルフ選手って儲かるのでしょうか。冒頭部分でも触れましたが、一時期はテレビや CM など目まぐるしい活躍っぷりの石川遼さんでしたが、最近はあまり活動している様子もないです。このことからすでに相当な額を手に入れたと予想できますが、それでも買って終わりのものではなく、建物ですからね。過去の活動や実績は、2014年に33試合に出場、1億6500万円を獲得しています。2015年13試合中、賞金を獲得したのは6試合です。試合に出場しても予選落ちしてしまうと、獲得賞金は0円になってしまいます。この時は6500万円です。この段階でも獲得した額は大きいですね。残念ながら優勝には届いていませんが、順調に勝ってはいます。ゴルフの試合だけでも大きな額ですが、これにテレビや CM の収入なども含まれてきますから、さらに何百万、何千万の額が動いているでしょう。結構前から大きな活躍を見せていた石川遼さん、忘れていましたが、まだまだお若いんです。会社で言うなら課長などの年齢ではなく、まだリーダーの位置の年齢でしょうか。その後も普通の生活ではありえないほどの額を獲得していっています。2015年から2016年シーズンでおよそ700万円、2016年から2017年シーズンはおよそ3600万円。ちなみに松山英樹選手の獲得賞金は驚きの9億を超えて9億4000万です。それに有名になればなるほど、 CM やメーカーやテレビに引っ張りだこですから、収入の額はもう未知の領域に達していますね。驚異の金額に、この年月の蓄えで豪邸を建てられた後も維持費や数年、数十年と生活できる額は残っていても不思議ではありませんね。もしかしたら違う事業や公にしてないお仕事での収入もあるのかもしれません。外国に行き豪邸を建てられて、過去から今までの驚愕の賞金獲得金額などをお伝えしてきましたが、収入源である大会の1ヶ月の出場停止になったこともあり、いいニュースばかりではありませんね。そしてもう一つ一番謎でおかしな噂が広がりました。4歳の子供を認知しているとどこからか噂が流れてきたようですが、石川遼さんの年齢で子供がいることはおかしくありません。4歳の子供がいるでもなく、表現の仕方の認知
とはどういうことなのでしょうか。結婚した嫁との実の子ではないということでしょうか。結論から言いますと、こちらの噂は根も葉もないデマでした。こちらの噂はただ単に子供と認知症が混ざり合い、変な風に一人歩きをして広まってしまっただけのようです。こうなると今の妻とのお子さんがいるのかということが気になってきますね。まず石川亮さんがご結婚されたお相手からご紹介していきましょう。石川亮さんのお相手は芸能人でも同じプロゴルファーでもなくて、中学時代の同級生だそうです。お名前は里美さんと言います。お二人が交際を始めたのは学生時代からだそうで、2011年1月には交際を公表しています。そして2012年3月には婚約を発表し、順調に結婚というゴールに向かっています。2016年3月2日ついに石川亮さんの公式サイトにて入籍を発表しました。浮気や別れ騒動はつきものですが、そういった噂やニュースはなく、無事入籍を果たすことができて一安心ですね。しかも嫁の里美さんはとても美人だそうです。石川亮さんも負けじとイケメンなのでお似合いですね。里美さんの方は高校卒業後、医療関係の専門学校に進学、薬剤の会社に勤めていましたが、現在は退職していて石川亮さんの事務所でスタッフとして働いています。本人が希望したわけでなく、石川亮さんの関係者から猛プッシュがあり働くことになったそうです。お仕事がかなりできる方で優秀と評判みたいですね。気になる実の子供ですが、お互い同級生で30代の2人の間にはお子さんはいませんでした。たった一言や言い間違いだけでも尾ひれがついて広まってしまうのが噂です。今回事実のない噂でよかったですが、子供を認知なんてあまりいい響きではありませんね。そして石川亮さんは子供嫌いではなく、むしろ好きな方だと思います。2018年に一般社団法人太陽と子供プロジェクトの専務理事を務められているみたいですし、さらに2011年の東日本大震災の頃にも子供たちへの支援やイベントなどを率先して行っていました。頭の片隅では自分たちの子供のことを考えていたのかもしれませんね。今までゴルフ一筋で来ましたから、あまり活動や活躍する姿を見なくなったのも、外国へ家を構えたのも、嫁の里美さんやこれからできるであろう子供のことを考えての行動だったのかもしれませんね。出場停止処分や謎の子供の認知の噂で話題になりざわつきましたが、次は妊娠や子供についての話題で世間が笑みを浮かべられるニュースが流れると嬉しいですね。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。